チャンス到来です。フルスロットル、ここまでまさに紆余曲折ありました。リーダーは誰か、褒めるなら戦えばいいと、シングル対決にスリーウェイマッチ、ぶつかり合ってだから分かり合って、みんなギアはもう一つ上へ。真のリーダーになる小峠敦史。地元川崎、この地で男になる大原はじめ。フルスロットル、王者組の独走を許すまじとオーバーテイクへ。フルスロットルのメイビエン、さあ追い抜いていこう。その加速一方の勢い、計算内でしょうか。知らず知らずのうちにその敵の馬力すら自らの武器にシフトチェンジさせる術は多数あります。チャンピオンチーム、新しい入場曲で GHCジュニアタッグチャンピオンチーム、スティンガーは小川義成、その後ろ早田。一度は挑戦を却下した相手、それでも食らいついてくるというのなら一刀両断の怖さあるのみか。怖さというのなら小川義成、早田、現在プロレスリングノアジュニア戦線において、この2つの刃共に出陣となっております。 GHC ジュニアタッグ選手権第40代王者組から勲章が一旦返還されます。それを確認するように大原が一瞬ベルトを見やりました。じーっと見ていたかのような小峠。さあタイトルマッチです。40代王者組が2度目の防衛戦、スティンガーが現在ジュニアシングルの2つのタイトルを持っているという状態。鈴木小太郎選手がシングルのジュニアヘビー級チャンピオン。さあ佐久間和彦さんに伺ってまいりましょう。これはスティンガー VS チャレンジャーチームがフルスロットルという図式になりました。はい、そうですね、まあ、フルスロットルとしても初のタイトルへというところもありますし、まあ、スティンガーが、ね、ジュニアのベルト独占状態ですから、はい、そこにこうね一つ流れを変えていくという意味合いもありますし、ましてね今日先発ハッカーで出ました大原はこの大会のために尽力してきてますから、大会のね最高の成功というのは自分のベルト出しで完結させようというね、思いもあると思いますからね、そういった部分も含めてフルスロットルの戦いにやっぱり注目ですね。そうですね、今日もこの観客動員というのも限られた中ではあるんですけれどもね、その中でできる限りの動員見せています。カルツ川崎、夏の大舞台です。プロレスリングノア20周年にキャリアのある大原はじめ36歳、男を見せたい。グラウンドテクニック、早田の回転にきっちりついていく。地元でのこのビッグマッチ素晴らしいですね。はい、いい動きですね。まずはさらに頭をつけてサーフボードストレッチから前方回転、ブリッジを見せてきます。そのまま離しません。そして成長のサーフボードストレッチへ。まあ、さらに大原はその第6期川崎市スポーツ推進審議会委員になったなんていうことも伝えられています。活動ぶりっていうのがね、しっかりこう評価されているということですよね。そうですね、
今年で連続3年目となりましたこの川崎大会、大原が引っ張っています。もう本人も語りましたよね、川崎が3年目でいつもベルトには手が届かなかったけれど、なんていうふうに。そうですね、やっぱりここでね勝ちたいという思いは本当に大きいと思いますよ。まあ、今入りもね非常にいい入り方してますね。はい、まあ、チャンピオンチームの小川と早田は本当に主導権握るのがうまいチームですからね。はい、まあ、多少こうペースを握られても慌てずに取り返しに行くということも大事になってくるでしょうね。まあ、緩急つけてっていうところではもうさすがですよね、チャンピオンチーム。はい、さあそこに一矢報いてと大原。まあ、ちなみに大原はこのタイトル最後には35代王者ですね、あの熊野仁選手と2018年12月に獲得しています。はい、ちょっとねベルトからは遠ざかってますからね。はい、そろそろという思いもあるでしょうし、フルスロットルもチームとしての勲章が欲しいですよね。いや全くですね、フルスロットルはいろいろありましたね。ぶつかり合ってリーダーを決めました。先頭になって引っ張るというのがブンブンと小峠です。コロナの渦中にできたからこそ俺たちは明るく前に出る、そんな風に語っています。自らのこう応援手拍子を作り上げましたね。やりますね。まあ、今は歓声こそ上げることはできないんですけれども、手拍子でこのチャントが出来上がっています。やっぱりねこう自分たちへの声援というのを作っていくことによってね、この後押しを受けながら試合もペースを作りたいという思いもありますよね。今日はまあこの手拍子反応という点では一番でしょう、大原はじめに対してフルスロットルの連携です。そしてあまだつながりはありますね。今日はこの後吉岡誠輝選手も鈴木小太郎選手に GHC ジュニアヘビー級王座チャレンジがあります。全員勝ってフルスロットル祭りにというのが小峠、角度を変えてくる、これだけ走って徐々に近づいてテイクオフコードロップキック。まあ、佐久間さん、いろいろ小峠の気持ちも見えますよね。そうですよね、やっぱりねリーダーとしてというね思いもありますからね。この後ね吉岡がタイトルマッチを戦う上でもやっぱりいい流れを作りたいというね、はい、まあ、リーダーですからね、そういうところもね考えてるでしょうね。まあ、吉岡選手もこの2人の動きというのはバックステージでチェックしているかもしれません。コーナーの小川選手にエルボー一撃、小峠。スティンガー時代には小太郎選手とこの王座を獲得しています。38代王者というのも小峠はありましたが、このタイトルは6回獲得しています。今ちょっと気を取られましたか。そうですね、背後から行かれましたね。いや小川選手がただでは転んでも起きませんね。また手を伸ばしてくる。さあこうやって文字通り足止めをしてから早田が飛び込んできます。さあ早田の動き、そして小川は鉄柱に膝の内側をぶつけてまいります。8月10日横浜で6人戦がありました、対フルスロットル。さらに8月20日東京後楽園ホール、同じく22日新木場、6人タッグは同一カードで連戦もありました。そこで大原が小川選手から8月22日無意味縁で決めたということがあって挑戦を受諾している王者組です。ですから佐久間さん、小川としてはもうここから好きなようにやらせはせんぞ、はい、ということなんでしょうね。まあ、そうですね、やっぱタイトルマッチでは同じようにはいかないというの当然ありますしね。序盤はフルスロットルがいい入り方したんですけど、はい、すぐにこう流れをやっぱ今変えてきてますよね。でここでおそらくクイックタッチ使ってくると思うんですけど、はい、少しずつ、ね、こう自分たちのリズムにする。ここでまた早田の稼働時間が長くなるとフルスロットルのペースになってしまうので、はい、おそらくここは早いタッチワークにすると思うんですよね。本当に小川も語りましたね、その早田が何でもとても早く吸収しているという、はい、そんな分析がありました。そうですね、やっぱそこがチームとしての、ね、力につながってますよね。そうですね。さあ早田から見ますと元ラーテルズとの対戦を終わらせて、
原田大輔の IPW ジュニア王座奪取、そして返事をベルトはゴミ箱に捨ててしまいました。そして今日はこの GHC ジュニアタッグの防衛戦、初防衛戦は原田忠介組相手に成功しています。タッチはそして佐久間さんのお話通りこうして小川になされています。下からの肘、うわ倒れると、そうですね、膝を左足で押しています。この真っ向からの形も変速ギアはスティンガーの小川の方が見せています。佐久間さん、これ厳しいんでしょうね。そうですね、やっぱりこの足攻めという一つ今軸を作ったんですけど、はい、どういう組み立てで攻めていくかというところも計算のうちにやっぱり入っていると思うんですよね。この固め技で攻めていくというのはやっぱりスタミナを奪っていくというところにもなりますし、長い時間仕掛けることができるということにもなりますから、まあ、早田も先ほど同じような攻撃固め技というふうにやっていましたけど、まあ、打撃であったりひねったりではなくて固めていくという攻撃で最初に長い時間主導権を握れる攻撃を入れていくという組み立て方ですよね。はあ、いや用意周到、少しこうね疲れたところで違う攻撃をまた入れていくという形で、早田も小川の攻撃を見てて違う形でね攻める、どういう流れを攻めるかというのをおそらくねもう分かってると思うのでね、2人もチーム組んでね応援戦もやってますからね。そうですね、まあもう言葉なくともそういうつながりっていうのは自然にありますよね。40代 GHC ジュニアタッグチャンピオンチームです。立ってくるのを待ちましたね。ってことですか今、うん、これはそうですよね、あのまま倒れている状態で足攻めに行くこともできたと思うんですけど、はい、あえて立たせたということはこう何かしらの、ね、こう意図があると思いますよね。あこれか、場外にダイレクト、そうですね、カウンターですよね、相手を動かしてからというところを狙ってたということでしょうね。佐久間さん、これ着地したとしてもってことですもんね。そうですね、あの位置にいたらそうですよね、かなりやっぱり衝撃はあるでしょうね。アリ地獄のように相手を場外に落とし込んですぐさま小川が、そうですよね、小峠としてはスタンディングになったので足攻めを脱出したと思ったところで罠が待っていたという形ですね。なんと恐るべし、スティンガーチャンピオンチーム赤コーナー、逃れようにもそうはさせないというチャンピオンチーム、2手3手、いやそれよりも先を読んでいるのか、あちょっとここも足元おぼつかなくなっています。小峠着地の際のダメージが大きかったかもしれませんね。そうですね、足殺し、そしてリングインしているのが小川、これ中山レフェリーのチェックも入るんですが、入れ替わり立ち替わり、小峠の悲鳴が聞こえてくる。大原、これをどう戦況判断するか。そうです、この位置だとね、大原もやっぱ助けに行けないですからね、はい、そうですよね。今はパートナーを信頼するしかなさそうです。うん、今飛び込んでくる、ちょっと遠いんですよね、早田が来ますね。そうですね、カットに行ける距離なんですよね。なんと絶妙のタイミング、ここで試合時間は10分経過。こうしても左足から底を支点にもう釣られたような状態となってしまいます。小峠、うん、なんとか間に合いましたね。シャニムに大原飛び込んでくるんですが、これも場外に排除です。やっぱりこのね自陣コーナーで仕掛けることによって、はい、相手のカットを防ぎやすくなるということもありますし、またね逃げられた後にもねすぐ赤コーナーでタッチできるということもありますしね、はい、このやっぱりポジションっていうのは非常に重要ですね。ただねやっぱ半分より自陣側でやってるのでニアロープにはなるんで、はい、逃げられやすくはなるんですけど、まあ、ロープに逃げられても次の攻撃を仕掛けられるポジションでもありますよね。計算づくですね。やっぱりこう深追いしないですからね。はい、そうですね、タッチして早田にまた勢いをつけさせて、そうですね、お互いにこうやっぱり相手
まあ、パートナーが攻めているのを見ながら脳がフレッシュになった状態で入っていくので、はい、次の攻撃を思考しながら次の攻撃に入っていけるんですよね。なのでこう迷いなく次の攻撃ができているのでペースが赤コーナーのままですよね。自然に連携もなされますし考えも次から次へと生まれてくる、はい、そうですね。やっぱりこう戦っている時間が長くなればなるほどダメージというかスタミナも消耗してくるので、はい、その度合いというのがね、イーブンに近づくようになってくるんですけど早いタッチなのでね、やっぱ体も頭も疲れないまままた変わりますよね。こうなってくると小峠の方はどんどんこう次の手を考えなければいけないダメージもあるということで逃げづらくなっていく展開になりますよね。またコーナーが遠いので大原もなかなかカットに来れないという図式で常に1対2の状態がフルスロットルは続く形になってしまいますね。エネルギーの残りのゲージどんどんと減っていくかのようです。小峠敦この展開になると動かしたいんです。そうですね、はい、今小川が動きましたよね、相手が動いた時っていうのがやっぱカウンターのチャンスになるので密着している状態では脱出できない。今小峠うまく逃さなかったですね。これをタッチに変えたい。左足はつなぎたいですね。いけるか。さあ小糸待ち受ける大原、ここ大原頑張りたいですね。地元川崎3年連続の川崎ボディスラムから早田も視界に入れていきます。さらに士気を上げていくトップギアへデブラドーラコンヒーロー、ここで自らを解き放っていきます。まあエネルギーも鬱憤も相当たまったでしょうからね。そうですね、あー腕固めていきますよ。そうですね、ここからいやあらぬ角度からあらぬ角度まで足をこうしてクラッチしてくる大原の攻め、早田が早めにカットに入ります。大原としてはね固め技というのは非常に有効になりますよね。今ちょっと小峠を回復させる意味で相手にダメージを与えながら自分たちの時間を長くしていきたいというところでしたけど、早田がやっぱ早くカットに入りましたよね。そうですね、そして飛びつくようにして DDT、 戦況は変えないか。ここでねやっぱ早田が早くカットしたことによって小川が捕まらずに設置できてますよね。で飛び込んできますしね、フェイスクラッシャー苦しいですね。側頭部への蹴り、今ここでもう一回大原がねすぐ流れをつかみ返したいですね。大原も名参謀としての側面があります。そのプランも豊富ですが今はまあ小峠がちょっと厳しい状態ですもんね、うん、そうですね、ここ頑張りどころですよね。ムーンサルトはセカンドロープをステップとしています。早田が動けるとき飛び込むとその蹴りジャンプで返してくる、大原が見せる見せてくれるこの肘、片膝立ちの状態には片足でキックです。2004年5月13日登竜門13期生の大原、この辺りでまたタイトルが欲しい。そしてやっぱり錦を飾る川崎です。スティンガーの一強状態を崩せるかという大切なフルスロットルの戦いでもあります。抗う早田着地する、相手の攻撃を読み合うジャンピングハイキック、今はこれ回転力を利したような形だったんじゃないですか、はい、そうですね、うまかったですね。そして試合は15分を経過しています。道のくドライバー2の体勢、大技をリング中央で早田、さあ早田、小川とはタイトル初体感、自身はこのタイトル3度目の獲得、長期政権を目論んでいます。パプリカへ、この辺りも大原の歴史をたどるかのような技の数々、そこからどうする、複雑な形にパプリカですよ、そうですね、いいですね、変形でこうしてバックブリーカーを数多く見せてくる、まあ、ケブラドーラ、トドアルドなどもありますけれども、
坂間さん有効ですね。はい、非常に有効ですね。まあ、大原は、ね、自分のフィニッシュが無意弁ですから、はい、そこまでの流れを自分ではうまく作ってますよね。そして小峠足を引きずりながら、ね、ダメージありそうですね。そうですね、ぐるりと回してさらにバックブリーカー預けた、預けてどうする、コウモリ釣り落とし、そのまま垂直落下、決めろとフルスロットル、スライディングしてくるような形、キックアップ、渾身の一撃、大原打ち込んでまいりました。まだ早田踏ん張っている、川崎に手拍子巻き起こってきます。場外戦は小川と小峠、さあ大原ここで重要な形となってくる、腕クラッチしながら、それでも早田が読んだ、早田どうする、早田も腕を巻き込むようにしての DDT、 あ、ちょっとこう変形でサドンインパクトのようにも近く、そうですね、ここだ、ここで成長のサドンインパクト、その腕取り返してぐるりと回るとムイビエ、いいですよこれは、潜在一軍のチャンス、いい決まり具合ですよ、そうですね、大原これはカットさせたくないですね。小川やってくる、小峠がこれを止めている、リングのど真ん中、チャンピオンチームは苦しくなった、早田さあ今度は腕を、ね、そうですね、その片腕引き寄せれば大原、その体勢、ムイビエ、カットだ、よく耐えてますね、そうですね、ですがですが、それを見定めるようにしてのチャレンジャー大原、念願の3度目の川崎、小川がやってきた、間に合ったという形のチャンピオンチーム、いや早田は本当小川が来るのを信じて耐えたという感じですね。ってことですか。そうですね、振りほどける状態ではない決まり方でしたからね今のは。確かにロープまではあまりに遠かった、地獄のようなディスタンスの後はまだまだ攻撃が続く、ここはフィンランド式フォーム、それをトラースキック、早田のスピードについていた、ジャンピングハイキックは2人が見せる、いやイーブンでしたね。そうですね、これでまた分からなくなりましたか、タッチする、チャンピオンチームもそうです。いや小峠頑張りたいですね、ここは片足でのキックです、その足を抑えながらの小峠敦史、フルスロットルのリーダー就任から何としてもタイトルが欲しい、また勢いをつけるフェイスクラッシャー、小川から今度は俺がということになるんでしょうかね、小峠です。元 GHC ジュニア2冠、そして IPW ジュニア王者にも輝いたことがあるんですが、早田が待っている、この辺りが佐久間さんまた巧みなんですね。そうですね、やっぱりこう控えにいるときに休まないですよね、必ずその頭脳もフル回転しているんですが、2人を相手にする小峠、スルー、あーロープを使ってきます。ここでタランチュラの形は20分経過となりました。小峠の攻めの局面、小川がコーナーにもたれかかった状態ですと早田が飛び込む、これをマグザム、さらにバイシクルキック、チャンスですよ、行きたいところですね。大原も戻ってまいりました。息をぴったり合わせて、今日は吉岡誠輝と3人でフルスロットル祭りにしなければと2人が躍動します。そして狙いを定めて膝レッグショットを見せてくるんですが、まだまだ小川もタフです。1985年9月3日デビュー35周年のチャンピオンチーム小川、これを得意の形、
キルスイッチへと行きたい。それでも後頭部からヘッドバット、さらにトラースキック、下からの蹴り上げになりました。レグショット、この爆発は背中を叩くようにして返していきます。小川、いい攻撃決まってますからね。いいですよね。あとは怖いのはやっぱ切り返しですよね。その一瞬ですよね、はい、0.1 秒あればというチャンピオンチーム、引き出しはあるんですが、さあそれを封じ込めることができるか。空中サッポーダイビングボディープレスで小峠フレスラットル、まだです、まだです、ゴールは遠い。一発いきますか。ミサルですかね。ですね。トップロープから一番高いところからは飛ばしている。小川、またその足ダメージがある。あ、佐久間さん、やっぱり膝ですね。そうですね。うわ、このひねり、エルボーは厳しい。相手の嫌がるポイント、ポイント絶対に逃がさない。鬼の鬼の小川芳成。そしてハーフボスのクラブの形、ロックがしっかりしてますね。ですね。きっちりとその手の位置、そして腰の下ろし方、53歳が教科書以上の厳しさを見せてまいります。なんとか歩幅前進、これには拍手が巻き起こる。カルッツ川崎耐える、バックドロップ切って落とすと、チャンピオンチーム小川、大原間に合った。耐え時となって久しいフルスロットル。ああ、また分断に入りますか、この辺り。あとはセカンドロープからブルサルトプレス、下半身へ。足狙いましたね。完全にピンポイント、集中攻撃で足4の字固め。最大の試練となったか、小峠反動をつけて痛めつける。小川、あー厳しい。また少し斜めにしてきますね。これ苦しいですね。なんとか逃げたいんですけど、大原もカットできないか。フルスロットルリーダー小峠、最大の我慢の時、先ほどは歩幅前進、今度は尻餅をついた状態、ね、体を動かした方がいいですね。なんとかロープエスケープ、ようやくというこの時間帯です。マットに背中をべったりとつけてしまった小峠、そこにサディスティックなまでに攻撃を連ねていこうというのが小川です。容赦なし、そうでなければというこのプロレスリングノアのリング上、 GHC ジュニアタッグ40代王者チーム、そこにヘッドバット、走ると、ほらバックブリーカーから、ここだ、必勝チャンスは今しかないか。いや、早田また来ましたね。まだまだバックドロップとプランチャー、小川ものにしたか。肩を上げている小峠、ビッグチャンスに見えたフルスロットル。試合は25分経過。佐久間さん、大チャンスから大ピンチですね。そうですね、小川もこれで決めるつもりでいますね。これで終わらせてやるというのが小川、変えますね、もらったとまた叩きつける。そしてどうする、ああ足首決めながら前方へ、厳しい、小峠ダメか、ダメなのか、大原の木造マットを叩いた。チャンピオンチーム40代王者組が
フルスロットル相手に2度目の防衛に成功です。スティンガー、いやー佐久間さん、凄まじい一戦でした。そうですね、フルスロットルチャンスはあったんですけどね、最後のね、やっぱ技はかなりもう中央で逃げようがなかったですね。そうですね、はい、あれハーフボストンクラブの布石があって、はい、またその先をという点では最後の最後にまたあったんです ね、 ですね、違う形で決めていって、あれはちょっとまたね、体が前進させづらいような体勢で体重をかけていきましたよね、怖い怖い。チャンピオンチーム、技のバリエーション、つながり、全てにおいてパーフェクトか。チャレンジャーチームはいかがでしたか。いや、本当にね、いい戦いを見せていたんですけど、やっぱ早田と小川が一本膝に攻めを集中したのに対して、大原の腰攻めに小峠が一緒に乗ってこれなかったというのはちょっとね、勝機をつかめなかったところかなと。